はーい、ともれです。今回ですね、こちらの歌誕生日おめでとうスゴフェスということで、まあ歌もね新キャラに来ていたんですけど、まあもう一体ね新キャラが来ていまして、こちらキザル&フジトラということで、いやマジかと、まさか来るとは思っていなかったね。ちょっと意外でしたね。うん、まあ久しぶりなんじゃないですか、フジトラの超すごいやつとか、まあキザルの超すごいやつっていうのは。まあ、なので多分皆さん結構驚いてる方多いとは思うんですけど、まあ、ちょっとね性能の方もまあちょっと驚きのある性能を出でしたので、まあちょっと見ていきつつ評価していこうかなとは思ってます。まあ、ということで早速やっていきましょう。はい、ということでね早速見ていきましょう。斬撃タイプ、射撃タイプの、心と地属性ですかね。まあこれ単体の時のタイプがまあ一緒なのかどうかっていうのがちょっとわからないんですけど、多分一緒かなとは思っていますかね。うん、でもなちょっと違うような気もする感じではありますかね。うん、でまあ主なタイプはこんな感じって感じですかね。はい、で、必殺技なんですけど、まあちょっと注目すべきところなんですけど、まあちょっと一番気になるのはこちら、斬撃と射撃タイプキャラのクリティカル発生率確率が 30% 上昇し、クリティカル時のダメージがさらに 75% 上乗せされ増加。この効果は潜在能力のクリティカル攻撃を取得しているキャラにのみ影響を、発生確率の上限値は 100% ですよということで、まあ、これがどういったものかっていう、まあ、ところになってくるんですけど、まあ、でもこれ普通に考えて新しいエンハンスと考えていいですよね。 75% 上乗せが増加されるということで、これは優秀なんじゃないかなと、うん、思ってますかね。それこそあのね前回のビッグマムであったり、まあ、その前のロビンとかねあったりなんですけど、まあ、そのダメージ量上昇効果のエンハンスを、まあ、2個かけることができっていうので、さらに火力が出しやすくなったと思うんですけど、それに似たような、まあ、まだね、そのトレクルのエンハンスって限界があるんですけど、まあ、その限界をさらに、壊すことができる性能にはなっているんじゃないかなと。 75% 上乗せされるのはかなり高いと思いますし、シンプルに 0.75 プラス 0.75 みたいな上昇の仕方ですよね。うん、で優秀ですし、まあでもまあ一つだけ言うと、潜在能力にクリティカル攻撃の、まあ、取得しているキャラがいないとその影響を受けないので、まあそこぐらいですかね。でもまあ今後ちょっとこういうのもね、絆決戦の超ボスとかで使われてくるんじゃないかなとは思ってますかね。まあでもちょっと使うの難しそうな、まあ雰囲気はありますよね。で、あとは3ターン内でターン終了時に敵全体の HP を 10% 減。まあこれはね、普通に、あれですね、残り体力にしたいる効果対策に使えますので、まあ最後の1残った時に、このね、ターン終了時にダメージ与えて倒すってことができますので、まあそういう点ではありかなと思ってますかね。でまあキザルフジトラになり、船長が斬撃が射撃タイプキャラの時、一旦の間斬撃射撃タイプキャラの通常攻撃のチェーン結増加量が最大値プラス 0.7 されるということで、まあこれも優秀ですね。うん、それこそね、最近であればあのアルベルとかと似たような感じですかね。まあ非常にねこのプラス値が 0.7 されるのは優秀なキャラかなとは思いますので、まあ非常にまだね、まだ言うてそんなに多くね、このチェーンケース増加量を上昇できるキャラっていうのは少ないので、やっぱこういうキャラが増えてくるのは嬉しいなとは思いますかね。で、船長効果の方ってまあ見ておいてほしいところなんですけど、まあ倍率は 5.25 倍で、スロットが出ている時は、同属性同タイプキャラの攻撃が約 5.5 倍になる。まあ心地伝の場合ね、うん、まあ悪くないかなという感じですかね。スロット1時とかではないんですね。心地連が出ていた場合なんですね。で、まあ、あとは貴重な効果である一味は吹き飛ばし効果が無効になる。これね、自分が覚えている中では海賊祭限定キャラのスムージーと、白ひげ VS 黒ひげの白ひげについているあれですかね、まあ、効果ですので、うん、
まあ、なかなかこの子が持っているキャラっていうのは少ないですし、吹き飛ばし対策する時もかなりね、まあ、大変なので、そういう点では悪くないのかなと。まあでもやっぱりこういうキャラが来てしまうと、イベントで吹き飛ばしまた来るんだなと思うとね、また編成のその考えないといけないのが厳しいなとは思うんですけど、まあでも吹き飛ばし効果無効はかなり貴重な感じではありますかね。うん、まあ持っといて損はないんじゃないかなとは思いますかね。まあ使う場面少ないかもしれないんですけど、まあ持っといて損はしないようなキャラなのではないかなとは思いますかね。で、まあ、あとは射撃タイプが3体以上いればチェーンケースの初期値がプラス 0.2 される、まあ心大和みたいな感じの効果ですかね。で、あとは斬撃が3体いった時は短周時に敵全体の HP を 10% 減らすということで、まあ残り体力に伝える効果のねギミックが多くある、イベントとかであれば、まあ、毎ターンダメージ与えてくれるので、そういう効果を気にせず、倒していけるっていうのは悪くないんじゃないかなとは思ってます。で、あとは繊維効果なんですけど、射撃、斬撃の連装とか有利扱いになると、擬音隠し。おー、擬音隠し完全回避は結構嬉しいですね。これなかなかね、持っているキャラっていうのは少ないので、うん。この効果はありがたいですね。っていうとこと、まあ、入れ替えもあるんですよね。入れ替え、普通の入れ替えであれば、自分のスロットを連装に変換できるのと、まあ、一旦の間、敵全体の斬撃と射撃タイプ耐性を 15% 下げる超入れ替えであれば、まあ、隣接するスロットも連ソットに変換できるのと耐性を 30% 下げれるっていうところで、やはりこの耐性下げ持ってるっていうのは嬉しい効果なので、まあ、非常にね、持っといて損はないような効果なのではないかなと。まあそうですね、なかなかやっぱ斬撃射撃タイプの耐性下げっていうキャラは、まあ、少ないと思いますので、うん、まあ、持っといて損はないんじゃないかなとは思ってます。で、あとはラストタップがついていますよということで、まあ自分のスロット連ソットに変換もでき、お邪魔スロットも変換か、で、最終のチェーンケースをさらにプラス、4.0 にするっていう効果ですね。でもまあこんだけ連スロット変換のキャラなのに超連携はないんですね。こんだけ連スロット変換であったり、連スロット変換できたりだとか、まあこういうね、あの入れ替えで連装と変換とかもできたりだとかっていう効果もあるのにもかかわらず、超連携はないんですね。超連携あってもいいような気はするんですけど、まあ他の超連携のキャラとこう組み合わせて使ったりっていうのがまあベストなんじゃないかなとは思ってます。はい、ということで続いては海賊隊の方を見ていきましょう。必殺技なんですけど、大範囲の敵の体力を 35% 減らす。1尾に射撃タイプキャラが5体以上いるとき、自分の攻撃アップレベル5、必殺1の溜まる速度アップレベル5、速度の高い敵3体に攻撃2倍のダメージ与え、これを2回行うということで、まあ優秀ですかね。うん、まあ悪くはないかなと。まあ大範囲の敵の体力を 35% 減らしつつ、ね、速度の高い敵3体に攻撃2倍ダメージ、しかも2回行うということで、まあ、非常にこの体力削るっていう点では悪くないんじゃないかなとは、うん、思いますかね。まあ、でもできれば CT がもうちょっと低ければさらに良かったかなとは思いますかね。うん、いや、それこそこのさ、1ミニ射撃タイプが5体以上いるとき、まあこの自分のエンハンス上げるっていう効果があると思うんですけど、これなくして CT もうちょっと下げてほしかったですね。まあ27とかになってたら、まあ非常に優秀で使いやすかったかなとは思うんですけど、37CT まで行ってしまうと、もうだいぶね、他のキャラで HP 削ってると思いますので、そうなるとこの最初の 35% 減らすっていう効果が、まあちょっとかすんでしまうんですよね。まあそこぐらいですかね。そこがちょっとうまいこと発動できるようになれば悪くはないんですけど、うん、っていうとこぐらいですかね。で、あとは能力なんですけど、射撃タイプの仲間の攻撃アップレベル5、防御アップレベル5、クリティカル発生率アップレベル5、ダメージを受けた時3回まで自分の攻撃アップレベル2というところで、まあこちらも射撃タイプキャラと組み合わせると、まあまあ、エンハンス上げてくれたりだとかっていう効果がありますので、できる限り射撃タイプで組んだりだとか、まあ、必殺技の方でもね、やっぱ射撃タイプ5体以上いるときっていう効果がありますので、できる限り射撃タイプまで組むといいんじゃないかなと思ってます。で、あとは GP 制度もありまして、これ、珍しいと言いますか、初なんじゃないですか、この回数が4回まで打てるっていうのは。うん。で、ダメージを2万ダメージ与えることで発動条件なので、非常に早く CT も溜まってくれるんじゃないかなとは思いますかね。
で、ひさし D の蓄積値が多い敵2体のひさし D をな、80% へチェーンするの。おで、残り体力の多い敵2体に、5000の固定ダメージということで、まあ、だいぶ厄介なキャラとか、まあ、いると思うんですけど、まあ、このキャラが必殺発動したら結構厄介ですよっていうキャラがいると思うんですけど、まあ、そういう時に早めに必殺を打って、必殺だと言いますか、この GP 性能を打ってバーストを打って、80% チューンさせれば、まあ、そのチューンさせる間にね、倒すことができると思いますので、まあ、ロージャー&ニューゲットとか結構厄介なんでね、そういうキャラがいる時は、まあ、そのキャラが CT 溜まりそうだなと思った時に打ったりだとか、まあ、もう少しで膝打つなって時に使ったりだとかっていうことをすれば、まあ、ロジャー&ニューゲートの必殺が飛んでこないっていうのは、まあ、ありがたいかなと。で、まあ、普通に固定ダメージ5000っていうのもね、優秀な効果ですし、まあ、これ4回打てるっていうのも、まあ、非常に優秀なキャラなのではないかなとは思いますかね。で、あとは GP 性能、まあ、リーダースキルの方なんですけど、射撃斬撃タイプの仲間の攻撃体力速度アップレベル4、地属性の仲間の攻撃速度アップレベル4、必殺 GT の溜まる速度アップレベル2というところで、まあ悪くはないんですけどね、悪くはないんですけど、まあパッともしないって感じですかね。まあ射撃パとか、まあ斬撃パで組んだりだとかっていうとこぐらいですかね。で、まああとは地属性のキャラとで組んだりとかして、三平勢作ったりだとかっていうところぐらいですかね。まあもうちょっとエンハンス力あればよかったんですけど、まあそれぐらいですかね。まあ悪くない効果ではあるんじゃないかなと思うんですけど、まあズバ抜けていいっていう効果でもないかなとは思ってます。はい、ということでね、今回はキザル&フジトラの、まあ、性能の方を見ていったわけなんですけど、まあ、今回引くべきか引くべきじゃないかっていうところを話させていただくんですけど、まあ、個人的には引かなくてもいいと、思ってます。まあ、別にね、弱いからというわけではないんですけど、強いからっていうわけでもないっていう、なんて言えばいいんですかね、今必要ないよねっていうキャラなんですよね。今欲しいキャラかって言われるとちょっとそうでもないと、まあでも持ってたら嬉しいかなぐらいなんで、まあ自分的には今後またこういうフジトラ&キザルとかはね、まあ来るとは思いますので、そのチケットであったり、まあ普通のスゴフェス、違うスゴフェスのねところで、枠で出てきたりだとかっていう感じのキャラにはなると思いますので、個人的には今狙っても必要ないんじゃないかなと。まあこの貴重なね、クリティカル発生時に、まあ、75% 上乗せされるっていう、まあ、効果はあるんですけど、まあ、これも絆結束の超ボスまでに持っていればいいですし、まあ、1ヶ月また2ヶ月後とかに、まあ、来るような、イベントですので、まあ、その時にゲットしていれば、まあ、いいキャラですし、まあ、今絶対に欲しい性能であったりだとか、まあ、ぶっ壊れているキャラっていうわけではないので、個人的には今もし狙うキャラを狙いたいっていうのであれば、もう一体の歌の方を狙った方が、まあ、いいんじゃないかなとは思いますので、まあフジトラキザルは今後ね、出たらいいなぐらいで、いたらいいんじゃないかなと、まあ、個人的には思ってます。まあ、海賊船の方もねちょっと使ってみたいなとは思うんですけど、まあ海賊船も同じですね。まあ今そんな必要ないかなっていうところで、まあ、自分はちょっとスルーしようかなとは考えてます。まあ、ということで今回この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。